Thank you.
Ah!
Japan!
はい、皆さんこんばんは、本日は2019年の5月31日、あれこの前改元したばっかりの5月ですけども、今日で最後ですね。31日。はい、はいはい、そうですね。今日なんと参加人数が5人ぐらい、春樹くんは帰っちゃうのかな、1、2、3、4、5、6、6人か、6人参加しております、エントリーしております。今日ちょっと人数的にもね、いつもの式の細道ではなく総当たり的なやつにしようかな、6人なんでっていう感じを考えてるんですけど、どうですかね、いいですか。はい、総当たりでいきますということで、はい、はい、スロデブさん、スロデブさん、ハルキ君が時間が入れるところまでいてくれるみたいなんで、さっさと始めた方がいいかなと思います。はい、なのでですね、ちょっと待ってくださいね。はい、おっと金子さん現る。なのでお、総当たり、総当たり、総当たり、ありがとうございます。入れちゃってください。あざす。
で、手空いてる人から川島さんまず行きますか。じゃあ春樹くんと川島さんでキャラは、1キャラにします。セロテープさん1キャラで、じゃあ1キャラ固定、固定、それとも、あ、固定じゃないとダメですね。相手見てから変えれるから。ザンギいや一緒でもいいっすよ別に。じゃあ皆さん、あのキャラ1キャラ目使ったキャラ固定ということで、それでもまあ後半に出てくる方はかぶせれるんですが、はい、じゃあ始めまーすと。第1試合目、1P 側、川島さんザンギ、2P 側、ハルキくんのエサガということで、ハルキくん、あれですね、初参加です、四季の細道、ありがとうございます。あ、今日細道じゃないんですね。細道ではない、番外編、ニョロ道。さあ、飛んでいく。意外とね、ハルキくん、かける子も出てましたけど、しっかりした S サガです。デイトナは S サガが多いイメージ。そう、出さないんすよ、簡単には出さないんすよ。上から行ってスクリュー、ちょっと離れたか、いやでもいけるか、さすがに上から2回目、これがザンギの恐ろしいところ、一発入れたらこっちのもんみたいなねところありますから。さあ2ラウンド目、タイガーで間合いを詰めさせないようにできるか。しかしダブラリありますからね、やっぱね。さあ上から揉んでいく、出せますね、出せましたね、割っていきましたね。さあ下タイガー、あっとダブラリから吸った。ここでそうですね、これかわし、そうですね、そうですね。じゃあクレジットすいません、おっしゃっていいです。はい、君おっしゃってエッサガを選んでください。センキュー。選んでもらって、そのザンギを倒してください。2試合目、クレジンダルシムと、ハルキ君のエッサガ、ハルキ君連戦になっちゃいますね。おっと、もうピヨってる、エッサガがピヨるのは珍しい。お、1ラウンドで2回ピヨってる、エッサガこんなにピヨれるんだ。これはどうなんでしょうね、クス同士だとダルシム有利なカードですが、さあどうでしょう。さあ離していく、上から上から、めくってめくってめくってポンで、さあ大丈夫か、さあさあスライディング、さあここで終了。ごめんなさい、クレジンさんはけてもらっていいですか。クレジンさん勝利です、スラストで勝利。さあ続いて、続いて、まだクレーあります。じゃあエクスパーさん行ってみましょう。ハルキさんクレジットあります、ありますね、はい。ハルキさんはエッサが固定です、そうですね、はい。あれ、じゃあ俺も竜かな、
さあ、1P 側、エクスパーさん、 2P 側、ハルキュン、ハルキハルくんですよね、よく考えたら。ハルキくん呼んでるけど失礼しました。さあ、昇竜で、おっ、なんだ、空対空エクスパーが消せないという顔謎の空対空が、でも強いですよね、下がひそかに空対空も。パンチ出してもよし、キック出してもよしみたいな、あまり必要ないキャラではありますが、空対空とか必要ないんで、あーもう決まっちゃいます。山本バイソンでいきますよ。山本バイソン、さあ真空当たっている。さあ、一生懸命あれですね、セロテクさんがキャラを悩んでますが、この T シャツちょっとセロテクさんのあれじゃないですか、ノーブロッキングノーライフはちょっとなんか謎の裏当てがありましたね今。あおっと、これは死んだこれは死んだ。さあ、ハルキング勝利。続いて空いてる方、ハクさんいける、ハクさんいける、ハクさん、じゃあすいません、クレジットあります、ないない、ハクさんお金入れてください。はい、入れましたね。はい、ハクさんキャミー、 1P 側ハクさんのキャミーと 2P 側ね、大体の人払ってる、一応100円もらってます。ソルデフさん100、さあキャミーエッサガだが、キャノンスパイクが刺さる画面端、これはもう削り角なんで、スピンドライブと、なんか出したのを見てからスピンドライブ合わせていきましたね。さあタイガー、おっと中断、先ほど知ったんですがあれ中断なんですね、ギャンブルね、初めて知りました。おっとコンボが入らない、愛されボディだ。さあスパイラルアロー、ふわっとスピンドライブで抜けてきた、投げる、さあはいおしまいですすみません、ハルキ君の試合を先に先行させたいです。じゃあスロデブさんリセットお願いします。スロデブさん リセット、はい、ハクさん勝利で、はい、続いて金子さんですね。はい、続いて 1P 側金子さんは、ん？金子さんはなんだ？ガイルですよね。で 2P 側ハルキュンエサガーですね。そろそろ疲れが出てきたか、頑張ってほしいところ。タイガーとお風呂屋さんステージなんで、だいぶタイガーが見やすくなってるかも。なってないな、全然見えないな、全然見えない、早すぎる。しかしここは金子ガイル、きっちり固めでいっている、自分のスタイルは崩さない。俺タイガーショットやっぱ見えないっすね、全然ピキョっていく。おっと愛されボディ割り込んでガードができた。さあ金子返り勝利。さあ金子さんすいません、はけてくださいあれびっくりですね、頑張って出したのに申し訳ないって感じです。さあ続いてセロテープさんいきます。金子さん勝利でセロ様は優勝候補キャラを使うか使わないか。
行った、まさかの行った。いや、お任せしますよ。どっちでもいいですけど。さあ、セロテープさんの本だ。これは難しいぞ、ちょっと。ライダーを下体が打つと抜けられてしまう。削りが鬼無双あるぞ。だが鬼無双はジャンプで避けてた。やばいぞこれ。あー、離していく。残り数ドットとなった。あれ、死んでいる。セーフだ。まさかのシナリオが。やっぱ S 坂ですからね、なんといってもハルアルキ君見たところで S 坂刺さった。頭突きが刺さった。2ラウンド目を取り返す。さあ最終ラウンド、タイガーを打って離していく。おっと、読みが当たった。おっと、まさかの S 坂勝利。ハルハルキ君勝利。
チョリースカーシムです。セロテープさんのホンダと山本さんの、バイソンですね。さあホンダバイソンはホンダ側がちょっと有利なんじゃないかと俺は思っております。さあしかしながらバイソンという強キャラをもってしてホンダ有利なんて認めたくないですよね。あはしゃがみコパン。さあ知ってる風な、コパンを置いてありますね。さあズッキー、さあ飛びはカラージャンプからの壊しヘッド。さーっとあれ中百貫ですね今ね。知っているぞ。張り手出ない、出たけど当たらない。さあ相打ちクソ無双。ここはセロテープさんがゴリ押し頭突きで、山本バイソンを倒しましたね。さあセロテープさんは、今日はキャラ固定なんでずっとホンダってこと。なぜかホンダなんですよね。なぜかホンダなんですよ。ザンギ対策だけバッチリ見た。さあ金子戦のガイル登場。でも最近ちょっとホンダ使ってるっぽいっすよセロテープさん。あ、そうなんすか。実はなるほど。まあ使ってたとしてもこのカードはねゲロキスいっすね。そうっすね、まずいやつですよね。弾をね、綺麗に避けてなんぼですね。お、おたまげみが当たったが、これはもうギリヒン。弾ばっかり注意しててもダメですからね。さあ、金子がいる一言も喋らずにタバコを吸いながらプレイしています。さあ、ズッキお、張り手、張り手止めるのあれすごいっすね。なんか頭突き噛み合ってますね。さあしかし前を離されて、おっと、お、大足2回転目にお尻で飛んでいった。おお、上からソニック、ソニック。金子くんあれですね多分、はい、大張り手読みのね前ジャンプコパ、あ、コキック、はいはい、したけど張り手出してなかったですね。待ってましたよ。あ、おっと上からいった。あるのか、あるのか、おっと、おっとだいぶ体力リードだぞ。やばいぞ。さあこれが終わるとどうなる、これが終わると、いやこっからあの金子くんが完璧な始まりすれば負けないです。そうですよね、完全対応っていう可能性がありますからねまだね。さあ追いついてきましたよ。さあ張り手出ない。さあどうなる。さあ鬼無双、さあだいぶ体力差がなくなってきたぞ。これ死んだんじゃね。あーソニック、よく岡間届かず、よく打ったなソニック。今あれね、あ足が届いてたら先にガイルが死んでますから、ね、金子さん勝利で、いや金子さん座り続けてください。さあ金子ガイル、おっと、ギオさんが来られました。おお、ギオさん、じゃあ途中参加、ま、ギオさん、ギオさん来ちゃったんで、ハルキさんとやってもらわないといけないですよ。あ、そうですね、まあ後でギオさんがやってた時にでも入ってもらって。ハルキ君時間ないんすか。あ、そうか。あ、で1回、じゃあ金子君1回リセットだな、それと、すいません、ハルキ、じゃあギオさん来ましたので、ハルキ君、ギオさんまず1キャップめっちゃ座ってください。ギオさん、ハルキ、さあ今日キャラ固定でまずもうちゃちゃっとやってください。いやいや、もう取り、あ、おっしゃってください。お金は後で、あっ、もうとりあえず固定決めたキャラをずっと使うことになります。1キャラです。さあ龍、エッサガニ龍、三勝四敗です。エッサガニ龍、ギオさん、さあここで突発的にギオさんの竜とハルキさんのエッサガで、これはこれ打ち合ったらダメなんですよね結局ね。どっかでそうですね、竜投げで掴んでいた
荒らすしかないんですよね。打ち合ったらダメだけど、打ち合わなくても結局ダメかみたいな。飛んだらアパか、アパか。うちでも減るんすよね、ダメージ負けしちゃうんすよね、リューガーは。そうなんすよ、これはリューはミスが許されない戦いですからね。真空を見たとしてもね、なかなか当たるチャンスはないんで。そうですね。し、あ、間に合わない。危ないぞ。ユウオさん、なんとか持ちこたえたか。真空飛ばれた。さあ、終了。そう。4勝4敗。ギオさんが、ハルキ君が勝利で。大関陥落免れましたね、これね。さあ、そうですね。ありがとうございます。じゃあ、歩きさんはこれで終了ということで。次はお疲れ様でした。さあ、これギオさんそのまま行かない？行かないんだ。行かないね。行かない。リセットしました。ギオさん、あの100円ここに入れといてください。座ったのは、ハルキ君のソニーと、プロテープのボンダー。プロテープボンダーですね。さあ、ホンダキャミーは、キャミー側が、ハック君最近すごい練習してますんで、サンダーさあ汚くね汚くね、なんだそのセリフは。適当に来ましたあなたがね、残機対策は完璧だったんですけどね。おっと、張り手でめちゃくちゃ減った気がするぞ。ダメージっていう意味ではホンダの方が取れ、体力をね、持ってかれて待たれるとね、キャミーきついんですよね。あ、なるほどなるほど。あやって適当になんかドスコイやってくれれば危ない。ピヨっている。スピンドライブ死ねる。さあ、ハッキャミ処理。あ、ハクさん連戦いきますか。ハクさん連戦でギオさんそのままいっちゃう。ギオさんもうバンバンやってが勝ちきれないかな。あの総当たりなんで、あれで、はい。今日総当たり、全何人？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人。できましたね。まあちょっと何人か増えたんでしょうがないですけどね。ちょっと最近マイクの調子が良くない気がする、ここデートの式に。いや、ネット配信とかもね、飛び乗ってたんですよね。ギオさんの竜、ハッくんが一歩目。さあ、竜巻で切り返していったが、ハッさんのキャミ、竜はだいぶやってるっぽい動きですよね。ちょっと今アントビーできたと思うんですけどね、ガードできなかったですね。ここからが地獄。さあ、死んでしまった。歩き投げ。金子さんいきます。さあ、金子くんが座ってガイルキャミーですね。ハク金子、これはキャミー側がね、やりがいあるからですね。これね、ガイル側も腕の見せ所。これガイル側があれ何でしたっけ。そうでもない。いや、ガイル有利ですけど、まあ難しいですね。ブランカとかと圧倒的差はない感じですね。ないですね。ああ、よかったです。ちょっと指名間違えたかと思ってビビっちゃいました。いい勝負なはずですけど。投げる。おっと、受け身取っている。死ななかった。スピンドライブを逃げ切れなかったぞ。ハッキャミやるぞ。最後まで諦めなかった。はい、まずフーリガン。あ、ここはサーマーでキッ、あ、めくり、あ、失敗した。珍しいな。めくりがガードできて、しかしこの体力差。さあ、中足。中足。これでもガイルの方が攻めて多いですね、確かに。でもワンチャン力はね、キャミーあるんで。そうっすね。これでこけると置き攻めめんどくさいんでね。さあ、投げる。やっとキャノンをすかしたが投げる。さ
さあ金子ガイルも必死な動きになってきた。投げる。さあここバックジャンプ、うまいな。ソニックソニックで、おっとソニック様割り込んでいく。連打してますね。投げない。スパイラルラブスピンドライブが入っていた。中足かな。さあじゃあクレジンさんお願いします。いやもう割り切ってスパコン入れましたね今ね。クレジンチャンスね。あ、スローさんクレジットクレジットお願いします。さあまあキャミー側がねやりに行くしかないっていうまあ感じですけど、やりきった感ですね。さあキャミーダルシム、クレジンさんのダルシムとハックのキャミーですね。さあ大昇竜フグリガン、めくり見えない。めくりこキックから死亡ですね。はい、さあ開幕またしてもフリガンからもう一回フリガン。これダルシムフリなんすかね。どうなんだろう。フリではないですけど難しいです。ちょっとダルシムのことが全く分かんないですね私。ホンダ戦と似てますかね。ホンダダルシム、うん、一回間違えるとやばいよっていうカードです。ごっそり行かれるってことですね。ジャンプ行け。ハクキャミ処理。あれね、思ってるより長いんですよあれね。山本さんが、山本さんは今日は、あ、そっか、バイソンか。さあなんか色がさっきと違うような気がするが、まあそこはいい。さあほぼ山本さんのバイソン対ハクキャミ。さああれバイソンめくるの難しいですよねキャミね多分。さあお釣りがない。あーここは逃したか。投げる昇竜見えてましたね今ね。ちゃんと強いぞハッキャミ。ノリノリ。さあ開幕。あー投げ。じゃあピオルか。うわ減るな。勝利ほぼ完封ですね。さあどなたかやってない。エクスパーさんはやった。エクスパーさんの竜かな。竜ですね。あれハルキ君もういないっすよ。やったでしょ。お、無効試合ということでね、ハルキ君はね。さあ、入っていくのはセロテープ。さあ、ごめんなさい、入っていくのはエクスパー、リュウ。さあ、キャミ強いのか、このキャラ、実は実は強キャラなんじゃないか。あ、ピヨン内がさあ、裏に行っちゃうんだね、あのね。投げ。さあしかしおっと剣端で波動。波動の固めはさすがにきついですね。これはさすがのキャミーも機動力を生かせない。しかし抜け出したぞ。しかしあっという間に画面端逆側に来ている。真空を貫通させてなんとかエクスパー。最後は波動。開幕ジャンプして、さあ歩き投げ。竜巻。さあ竜巻の処理がねちょっとめんどくさい感じですね多分キャミーは。フーリガン。あーダイパー間に合った。さあエクスパーがカクカクしているが、ハックはギリギリまで見ている。さあ飛んでいくがバックジャンプ。これはちょっと投げる。投げられて真空をここで使う。中ボスちょっと足りないぞ。さあしかし体力的にはいい勝負。あーっと投げに行ったか。最後ダイゴスに対してシュア刺していく。シュアシよし。じゃあ俺が行こう。あのはいい。ん
半期でしたよね。いやいやいや、ハルキ君とザンギで言ってたじゃないですか。ルール忘れちゃってますよ皆さん。さあもうみんなキャラが、あ、ギオさんネームプレート書いてくれたんですね、ありがとうございます。え、ちょっと、はいはい、あれギオさんじゃあ初じゃないんですね、初参加ではない、2回目、なるほど。さあ、フーリガン通ったがスピンドライブ、あれはもうダメじゃないですかね、ザンギあの状況は。ダブラリが出ていなかったが、上から行ったが離れる、これはさあ、フーリガンに、大パンチが伸びる。さあ、足を刺していく。スピンドライブ。あれ、お釣りないっすよね、多分ね。ジャンプなんたらぐらいしか入んないっすよね。さあ、深く入った。スパイラルアローが。大足を釣り入れていく。さあキャノンスパイク、上から、さあ走った、画面は押したが、またスパイ、おっと走る、横押しがいった。さあダブラリが刺さっている。さあカワシムザンギ勝利で、じゃあカワシム組みていきます、これで。サクサクいってもらわないと、あれ、まあいいか。さあカワシムザンギにクレジンダルシムが入っていく。さあ上からスクリューで、これはまずいぞ、なんとかしたいところ。うーん、捕まってしまう。画面端は厳しいですねやっぱね。さあ2ラウンド目、なんとか距離を離していきたいところ。しかしザンギが近づいたらリターンが大きいところ。ダルシムとしてはなんとか阻止したい。頑張って手も足も伸ばしていく。ファイヤーは打たないタイプ。おっと、ジャックパンチ、ジャックパンチ、前ジャックパンチで押していった。さあヨガズーム、ヨガズーム、さあ無理やり差を縮めていくカワシムザンギだが、無理やりにでも距離を置きたいクレジンダルシム。おっとダメージ差が出た。さあカワシムザンギ勝利。はい、ドカタさんお金いただきました？そう、あ、100円ください。さあ入っていったのが、2P 側ドカタさんの竜。おっとダイゴスからのホイット。
び寄っている。これはダブルジャーマン、ダブルジャーマンじゃなかった、なんだっけ名前忘れちゃったな。アトミックスープレックスでしたっけ。さあ画面端、ここが竜が厳しいところ。波動、波動、さあスクリューですった。はい、じゃあ土方さん一旦かけてもらって、続いてカーシムさんに入ってない方、ゼロトゥブさん最後にしましょうか。はい、いえ、ギオさん行きました？ガンガン行っちゃってくださいよ。やりすぎだよってぐらい行っちゃってくださいよ。セロテープさんと金子さんは最後の方がいいですね、川島さん。どこなるほど、負けないんでいつでもいいと、強気です。さあ入っていったのがギオさんの竜、リバサ昇竜だが、この距離感厳しいところ。あ、割っていく。ちょっとね、これね、竜はね、そんな有利取れないんですよね、残儀相手に。なんででしょうね、なんか竜の方がすごい有利そうには思えるんですけどね、気のせいなんですよね。この、おっと光ってる金さんなんですよね。フレジンさん行った、ハクさん行った、エクスパーさんは、エクスパーさんいける？エクスパーさん、あ、試合中？エクスパーさん大丈夫？いや、そのまま、そのまま座ってください。エクスパーさん、じゃあ今日中に終わりますかねさあ入ってたのエクスパーさん、リュウ、リュウ3戦目瞬殺、ザンギで瞬殺。これエクスパーたら俺行った方がいいかな。やっぱちょっとね、マイクが調子悪い気がする。やってないっすよね、カーシム、ザンギと山本やってないですよ、多分。うん、やってないっすよね。まあまあやらなくても結果は分かってるみたいなね、ちょっと言われ方をされたんですけど、負けないっすよ俺。さあ画面端から脱出できたエクスパーだが、自らまた下がっていく。これザンギ相手に下がってどうにかなるかな。おっとダブラリ、竜巻ダブラリ、安全が透かされて、安全傘ね、昇竜透かし、早かったのか、重ねてないのか今、なるほど。さあ空竜時間で一旦終了だ。さあ3ラウンド目、ハードボッダイアッシュと竜巻、なんとかもがいて画面端から出たいところ。真空も溜めたい、あ、溜まっているか、竜は、竜は真空溜まっている。はい、ダブラリで波動を抜けられるとだいぶプレッシャー、頭突きが入ってダブラリで真空も抜けていく。さあ昇竜割ってったが走っていく、フライングパワーボム、そして最後はスクリュー、川島ザンギ勝利。さあ続いて川島ザンギ対ほぼ山本バイソン、
まあ、これはお互い知ってればいい勝負になるんですが、明らかに連動の差が、さあ上が落ちないと絶対に勝てない組み合わせです。落ちないとなるとザンギ飛び放題。さあフォア泡出ている、焦げている、ダブラリが当たって、さあヘッド、今のはカワシムがアントビミスった感じ。さあダブラリ当たって、さあ暴れてなんとかしたが、ゼロドットまで追い詰めて、ターンパンチはいらなかったのか。いやー惜しかったっすね。さあ続いてセロテープさんいきます。金子さんとセロテープさんしかいない気がする。あとさあここで入っていくのが満を持してセロテープ本田。さあさあどうなる。次あたり金子さん組み手してみますか。さあさあスクリューだが、一回スクリュー、これ待てばいいんですかね。いや待てないな、張り手があるから。ザンギは待てないぞ、やりに行くしかない組み合わせだ。さあ上から、おっと大一押し込まれている。大一押し込みできる男。あれ、大一応も持続でしたっけ、もしかしてこれ永久持続。レバーさえ入れてれば確か大一応はボタンで発動だった気がする。困ったバグだ。さあダブラリの回転の隙間をつく頭突きが刺さっていく。思うようにダブラリが出せない。さあ出し離れてしまった、これは厳しいぞ。刺さっている、セロテープ、今度は勝利。セロテープさん、じゃあ適当に書いてもらった。じゃあセロテープさんにいろいろ入ってもらいましょうか。クレジンさん、セロテープさんに入ってもらっていいですか。さあ、カワシム戻ってまいりました。いやー、お疲れ様です。さあ、セロテープ本田。上から目線です。なんだこの本田。さあ、入っていくのはクレジンさんのタルシム。はい、まだ未消化の試合が結構ありますね。やっと半分ぐらいいったか。あーゆうち、さあラッキーラッキーラッキー、オッケーオッケー。さあ大一丁やめて、100列ここで100列なんだ。弱もう一回飛ぶのかと思ったんですけど、あのさっきからね、中100列とか大100列全然出ないんで。そういうこと、弱100列しか出ないんですか。え、そんなわけないでしょ。そんなわけないっすよね。さあ間合いはクレジンダルシムの間合い、サファイア当たって、サファイア出ない。さあ鬼無双割り込まれない。お釣りもったいないな。さあいいようにいいようにあれしちゃって、セロテープ本田勝利。ドカタさんいきますか。お願いできます。お願いします。ドカタさんは P 側ですね。ドカタさん竜ですよね。はい、あの1キャラ使って1キャラ目使ったキャラそのまま固定になりますんで。さあ竜ホンダはね、竜ホンダ、ね、これはセロテープ、はい、ホンダの見せ所。これは竜がかなり有利です。さあホンダはかなり難しいですが、さあワンチャン
ミスって、今大一をミスりましたね、多分。そうですね、どうやったらミスるんでしょうかね。お、玉よけふぅ、おーあーっと、仕込み仕込み大一までできるぞ、この人。さすがにあれですね、やっぱりスクリューでぐるぐる回せるんでね、半分でいいですからね。半分でよく勝つ、あれですからね、永久持続ですからね。そうですね。なんで飛んでんの。何をやろうとしてるんだ、さっきから。一回って回してますね、あれ。そうですね、上入ってますからね。ホンダの技は上入るのは100巻しかないですからね。あ、さあ、ハリゲ中ハリゲ、はい、ありがとうございます。続いてセロテープさんは誰いきます。山本とはやったかな。山本さんやってないよ。やってない、やりますか、じゃあ。あ、やったんじゃないか。やりましたよね、やりました。セロ山本やったんで、じゃあ他の空いてる人、空いてる人やりましょうか。じゃあエクスパーさんとギオさん、あーがまだで、ギオさんいない、いないか。ギオさん、ギオさん、じゃあ、ギオさん、ギオさんが、あれ、1ラウンド終わってます。ギオさんどうぞ。あれ、なんか山本、ちょっと待ってね。さあ、ギオさんの竜とスローテープ、ホンダ。さあ、やっぱり玉よけ難しいですね、ホンダね。さあ前飛び中間、さあ100巻出ずに、さあ球踏む、弱波動が避けれないと。あ、これは踏まない。さあ真空、あ、投げ投げられてましたね。さあ張り手出るの遅いよ。お、100巻死んでしまう。さあセロテープホンダ、さあギオさんの竜はなんとか飛ばして勝利を落としたい。勝利これですね。さあ竜巻、これは頭突き。さあ嫌な間合いをキープ。はい、100巻さあ張り手、あそこは昇竜拳頑張れば返せるんですが、ガードしてしまいましたね。さあエクスパリュー、さあ今んとこハクのキャミーが1、2、3、4、5、6、7、7勝、まだあと1戦ありますね。でもセロテルさん、金子さんに、あ、負けてるか、やったか、うん、やりましたね。さあエクスパリュー、さあしかしなぜかちょっと見てない間にスローテープホンダ体力リードしている。さあしかし波動で削られてだいぶ近づいて、大イチョウでは抜けれ、あ、鬼無双では抜けなかった。クソ無双ですね。真空でゴリゴリ削られている。さあ前に歩いていく。さあ竜巻、竜巻か、あそこで竜巻。後頭部にヒット。あんなとこにあんな蹴り当たったら死んじゃうけどね。 やっぱエクスパータイムですね。あ、減ったな、おい、半分持ってった。さあ勝利、何やってたんだろう今。竜巻、さあじりじりにじり寄って復射をかけるのはスロテンボンダ。ちょっと被弾が大きいぞ。さあ仕切り直しになった。ここぞという飛びが投げられる。ドンピシャで台足ここまでだ。さすがのセロテープホンダもここまで。さあエクスパリュ
さあ、じゃあエクスパーさん組んでいきましょうか。ドカタさんお願いします。同キャラ、同キャラでクレジットありますね。はい。さあ、リュウ同キャラですが、はい、頑張ってください。何回でも勝っていいですよ。エクスパー対何回でも勝っていい。ドカタ。さあ、ドカタさんのリュウ、リュウリュウ。これでエクスパーさんのファンタジスタなところが炸裂するのか。総流出ますね。でも中ゴス、中ゴスいった。ちょっとエクスパーさんガードしてなかったっぽい。結構ドカタさんコンボ精度高いですね。勝利ちゃんと出ますか。届かない。さあ差し合いになると、ここは大丈夫。さあエクスパーアッパーから削り、中ゴスもガード、ガードしましたね。よく見ている。さあシンク、やっぱりシンクはバレている。さあ前にゴリゴリ歩いて、これはいけんじゃないか。おっと踏んでしまった。波動で削り、今一度立った。いやー接戦でしたね今ね。やっぱ五分だから、同キャラ五分だからちょっと分かんないところありますよね。しない。このゲームいいところはやっぱあれですよね。意外と熟練してる人でもいけるっていう時がありますよね。そうですね。体力の減りがね。そうなんですよね。あの最近のゲームとは違って、あのごもりもりと減るんで、もういワンチャンで死ぬんでね。仕組み分かってなくてもね、ワンチャンでいける時ありますよ、ね、本当に。それが怖いところ。さあ昇竜エクスパ竜処理。じゃあ続いてクレジンさんいきますか。さあ入ってたのがクレジンさんのダルシム。さあエクスパーさんは、結構ダルシム戦好きで、よくやっておりますが、どうでしょう、経験値はかなり増えたはず。対してクレジンさんは結構ボタン結構押す方ですけど、最近流線はね結構強くなってきてるんで、やってるっぽいっすよね。どうでしょうかね、いい勝負だと思いますけど、真空振らなければ真空、はい、まあしっかりガードできました。さあドリルがちょっと早すぎた。中ゴスもしっかりガード。いやーしかし大足、スパーさんがカネコさんとやってない。松巻のカスを食らって、さあ竜巻投げる。おっと今のファイヤーは良かったぞ。何もしない、置いとくファイヤー。あっと勝利合わせられる。チームがいかに強いキャラか、なんか分かるような立ち回りですね。クレしっかり見ていこう、しっかり見ていこう、見ていこう、負けないよ、見てれば負けないよ。竜は真空があるのかないの。さあしっかり見て、しっかり見ていこう。さあスラストを置いておく、ナイスですね今の。やっぱああなっちゃうと竜ってちょっとやることなくなっちゃいますよね。散らして散らして誘ってカウンター取るっていう感じじゃないとね、きついですね。そうですね。だってファイヤー打ってくれないとね、なかなか、チャンスがないんで。投げる。真空もしっかり見てる。ラスト2回。あっとバカになるか。ちゃんとツーヒットしてる。さあいい勝負だぞ。リュウも真空がないので、何のフレームだ。いや溜まってしまった。誰と喋ってるんだ。エクスパー誰かと喋ってる。おっこれ投げる、投げる、終わった。見た見た、フレームにね、ヨガフレーム。あとでファイ波動当てたよね、波動拳、波動拳。さあじゃあクレジンさん、クレジンさん
あ、エクスパーさん、じゃあすいません、エクスパーさんが入って、入って、あとやってないの誰だ、山本さんと、あ、山本いきますよ、じゃあリオさんと、土方さんと、金子くんもですね、さあ、エクスパー流体、山本さんの、バイソンか、あー、エクスパースタートスタートスタート、はい、スパー流体、山本バイソン、ガン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 いってほしいですね、オアーオアーですね、アスパコンにお釣りは何もない、それは一発でシーボー1なんでね、早すぎる、マイク変えます、さあ山本バイソンがスパコン入っていく、さあここはヘッドが当たる、さあ、では次はもう一回じゃあリセットして、ギオさんと土方さん、はい、ギオさん、じゃあすいません、じゃあギオさんからキャラ間違え、キャラ違うぞ、マイクの接触がちょっと悪いためお聞き苦しいところがありましたら申し訳ございません、さあ仕切り直し、エクスパリュー対ギオリュウ、引きつけて波動、ちょっとね厳しいですよね、あれには反応できない、おっと真空食らっている、アクア昇竜をすかしてダイヤシー、さあ竜巻、おっと昇竜で割れなかった、中5数中5数痛いな今のは、あ、見ている、さあ中足真空いいぞ、よし真空は飛ばれている、今のはダメだぞ、今のは安易に行き過ぎた、入っている、いやー波動が入ってる、エクスパリュー勝利、続いてラスト金子さんですね、金子組手になりますねこれね、金子ガイル、金子ガイル組手、さあエクスパさんラストの、エクスパさん勝っても負けてもラストですこれ、頑張ってください、金子ガイル、アッパー、竜巻で抜ける、おっとサーマーガードできたが、お釣りが安かったぞ、投げに行った、真空があるので前にストリック打てなくなりましたね、打ちにくいっすね、真空使っていく、しかし入ってくれたのでこれでだいぶ楽になりましたね、さあどっかで切り返す、あとはあーっと竜巻が当たってる、にカス当たり、さあ体力は5分、エクスパーアッパー狙ってましたね今の完全に、さあ金子がいる、
ソニックが当たってる。さあここからは堅実に戦いたい。さあトビー、さあ結構な体力差だぞ。どうする？大事にいきますね。真空が当たればワンチャンあるかも。さあガイルはここから腕の見せ所ですね。さあチャガミチューパン、さあ竜巻をガードできなかったからしょうがないですよね今のは。そうですね。さあ裏剣、さあ金子ガイルがちょっと息を吹き返したような感じで、おっと波動が当たっている。真空でここからですね。真空使って、おっ竜巻、なんだすごい規制が上がっている。危ない。おっと昇竜あるのか、あるのか、あったエクスパーユー勝利。さあすごい勢いでボタンを押しましたね。さあおザッツオールですね。さあ金子さん続けてもらっていいっすよ。金子を組み手に切り替えました。あれ金子さんはそのまんま続けてもらってで金子さんに入っていきましょう。クレジンさんまず一番近くいるんでどうですか。エクスパーさんは、4勝5敗でしたね。あ間違っちゃったの俺、クレジンさん指名しちゃったな最初に。え大丈夫大丈夫、ここで終わっちゃったら申し訳ない。さあ金子がいる。さあ入っていくのはクレジンダルシム、金子ガイル、これは厳しい組み合わせ。サマーマジか、サンです。おパンから中層は、おっとソニックでビオル、投げる。終わってるのか完走してるのが何人います。3人か、まだまだ先長いですね。結構人集まりましたね。さあじゃあ金子がいるもらって金子がいる勝利、土方さんのさすがにね、俺とたまに練習でやってますから。これじゃあ終わったら川島さんいきます。え、山本がその前に行った方がいいか。あ、いいっすよ。さあ、土方さんの竜。あ、じゃあ、土方さん、義王さんね。山本。ここで、あの。さあ、なぜかみんなで笑ってしまう。やっぱ、竜は博打打たないといけないですもんね、ガエルに。やっぱどっかで真空ない状態だとね、真空ない状態だとどうにもならないですもんね。会って初めて駆け引きができる感じな気がするが。そうですね、それぐらいですね。まあ、それまではもうなんとか波動で押してでゲージを貯めるって感じにしないと体力をゴリゴリ取られていっちゃうんで。あれですね、竜は体力と引き換えにスーパーゲージ取っていくような前半はそんな感じなのかな、ね、さあ金子がいる勝利、ありがとうございます。続いて行さん、さあいやいやもうキャラ変えれないですよ、メインキャラ出せないですからね。え？メインですか？メインあれですよ、黒いやつですよ。さあ、リュウガイルが続いていく。
さあ打ち合って裏剣をもらう。サーマーにソニックに飛んでしまう。あーサーマーに飛んでしまう。昇竜がしっかり出ていた。この距離では真空使えないんですよね多分ね。余裕で見えちゃうんですよね。ただ真空でも密着しすぎると今度ね貫通しちゃうしっていう。真空は本当にソニックに当てるか中足に当てるかって感じですね。そうソニックが中足に当てる確かにそうです。まあ金子さんぐらいになるとうかつに大足振ってくれないですもんね。一番当てやすいのが多分大足だと思うんですけど。昇竜切り返していく。さあお見合いから距離が離れてしまう。今昇竜でカウンターしましたね。真空だが使っていってここからが厳しい。真空で終わらなかった場合さあそばと。はい、じゃあ次山本さん出るそうです。おわ山本ですね。バイソンガイルはねかなり高カードでして、強くなればなるほど面白い対戦が見えますね。 両キャラとも。投げる四季の常連とかだと昔だとあれですね、ムデキ君と四季さんがモリモリやったりしたみたいな。え、ムツさんって四季に来てたの？ここの式じゃ、ここじゃないですけどね。ああ、お店は違うけど、まあ、キング時代です。あ、裏剣届く。山本さんが見たことあると言ってますこれ見たことあるそうそうガイルはあれですよね、一回こけるともうスパコン溜まるぐらいまで一気に攻められてゲージね、そうそうなんですよね。あのヘッドも触らない。さあ完封。はい、金子くん、あ、俺ああさあ川島ザンギ、これ金子さんの最終試合ですね。そうですね、勝っても負けても泣いても笑っても最後の、はい、さあいい試合。今日長くないですかやっぱり。いや、ぶっちゃけ話あれですね、普通に細道この人数いるならできましたね。そうですね、まあ、皆さんいろいろね、しょうがないですよね式まで来ていただいて。こちらもやっぱりそのもう9時ぐらいになるとちょっとね、そうそう帰りを考えちゃうんで、9時ぐらいになったらもうちょっとねその人数で始めないといけない。そうですよね、帰れない人も出てきちゃうんで。さあこれはさすがに金子ガイルな感じだが、そうですね、これちょっとあれですね、金子さんに勝っていただいてセロテープやってっからよと言っていただきたい。やってるんすか？やってますよそんなやってます。さあ金子が勝利鈴木とやってっから鈴木とやってっから言われましたけど大丈夫ですか？あれセロテープさん本名鈴木さんでしたっけはいはい、はい、じゃあヤンプト入りますよ。はい、今のところですね、さあ山本バイソン対どこかさんの竜。
だよね、タックが7勝1敗だよね。あと1試合残ってますけど、さあ山本バイソン掴んでいく。うわー、ハンパー。これバイソン触ってるみたいな動きしますね。生が好きですね。生クレイジーですね。さあ、さすがに当たって、おお、勝ち込んだ。なんかね、独特のタイミングに出してますね。さあ、ここはガンガン行ってみたが、体力をそこまで奪えてない。しかし、スタコンがあるので、ワンチャン狙って。ガガガガってなってます。3本を一生懸命入れてるみたいですね。1回も出る。さあ、そのガチャガチャに対して、さあ、大パンが3回4回ぐらい当たりました。さあ、ギオさんが、リュウくれよと。さあ、とりあえずちょっと人をチェンジして、ハクくん残りの試合を、土方さんの竜とハクくんのキャミー。さあ、ハクくん今のところ7勝1敗です。さあ、初勝目取れるのか。さあ、一瞬にして91カウント。いや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 、瞬殺ですね。ワンチャン力はね、かなりありますよ。キャミーってこんな強いキャラだったのかみたいなね、歩き投げ思う時ありますよね。さあ、昇龍、お次はない。中間から昇龍繋がっていないが、逆にだから食らう玉ですよね、玉。パコン今入れたんですが、出てなかったですね。さあ、一生懸命波動に対して、おっと光っている。さあ、終了で、あれ、土方さんあとやってないのいるんじゃないですか。あ、でもそっか、はか、いいか、ハクさんが土方さんとやってないですか。クレジンさん、じゃあここ行きましょう。ここはーい。好きなそうすると最後ですか、もうみんな終わり。いやいや、じゃんけん関係ないですからこれ。勝っても負けても関係ないですから。さあ、クレジンさんと、土方さん、7勝の、金子君ですね。
さあ、クレジンさんのダルシムに岡田さんの竜、これあいい勝負か。いやでもダルシムの方がやっぱ有利なんでね。さあ波動、しかしあーやっぱりちょっとこれ難しいですよね、カードとしては。僕が理解したし始めた頃に理不尽だからやらない方がいいなって思ったカードですからね、これ。竜としてはかなり理不尽だなと思ってました。そう、まあそうなんですけど、自ら行くのはやめようと思いました。さあ、クレジンダルシム勝利。続いてギオさん入って、いやいや、あれ山本まだありましたっけ。あ、なるほど、じゃあギオさん入ってもらって、いや、いい出てギオダルシム。あとやってないのは誰なんだ。ギオさんとドカタさんか。はい、ありがとうございます。さあ、まだ結果が出てない人がいたりいなかったり。これはしょうがない。これはさっきの試合を見てれば分かると思いますが、ちょっと普通の動きをしないようにしないといけないんですよね。これがまた竜としては厳しいところ。普通の動きをしちゃいけない、どういうことだ。さあ、ゲージが溜まったか。使いどころしっかりガードする。やばいぞ、スライディングでだいぶ体力差がついてしまった。あーっと手が伸びる。さあ山本いきます。間に合うんですけどね、入れとけば。スライディングは完全対抗ですね。ほぼ山本さんのバイソン。いいカードです。さあ、このカードいい勝負になりそうですね。さあ、山本さんは頑張ってカウンターを貯めているのよ。さあ、アッパー、おおで、何かを思い出したとつぶやいておりますが、思い出した頃には死んでますね。さあ、前向きからタンパを捨てて飛んでいったが、さあ、ファイヤー、さあ、スラッと当たる。足りない、ずらっと。あ、ここはヘッド。さあ、山本さんが思い出したと言いながら、さあ、オアを刺していく。さあ、掴んで、さあ、ごちゃって、さあ、強い、それは強いぞ。さあ、スラスラ掴み、さあ、ヘッドで切り返して、さあ、パコンが溜まったかな。ああ、大パン。さあ、あと残った試合はドカタさんとギオさんかな。さあ、最終試合ですね。さあ、お互いに
お互いに0勝ですね、この2人、どっちか。さあ、ギオさん対、いやいや、不利有利が、得意不得意があれば。さあ、最終試合、あ、クレジットですよね。どっちがどっちだろう。1ピーターがギオ、2ピーターがドカダさん。さあ、リュウ同キャラ対決、これで勝った方が最強リュウと。あれ違いましたっけ違いましたっけさあ、張り切って最終試合いきましょう。あ、いや、でも普段と変わらない時間ですね、対して。さあ、中ボス、しゃがみから中ボス、あれは厳しいな。勝利出てる。お互い見合って、おっと3段が繋がってなかったか。さあ、シンク、おっと食らっている。歩いてダイヤシー刺しに行ったところですね、シンク。そうですね、ギリギリでしたね、今ね。さあ、波動拳で押していく。あ、しかし、ダイヤシーで切り返して中ボス。あの距離の中ボス、うまいですね。そうですね。さあ、勝利。クリに対しては、さあ、頑張って、ガードして、切り返した。飛んでいく。今のはもうしょうがない。波動に対して、中足でカウンター。波動ガード最初陣で怪しい。さあ、最終ラウンド。両者一時で、おっと、空達。なんだ、投げる。投げる、謎連携から投げ、空達、ヒット確認、ヒット確認、投げまである、鳴らしていく感じですね。さあ、勝ちたい気持ちが前に出てる、投げた。さあ、ギオさん流勝利、ここで最終試合です。これ、ハルキ君とドカタさんには 0.5 ずつ足した方が、まあ、変わんないか。どっちしろハク君の単独1位は変わらないと。で、2位が金子さんの7勝と、川島さんの7勝と。まあ、本来ここですね、そうですね、する感じですけど、しなくてもいいですみたいな。はい、5勝もしてる。さあ、というわけでいませんが、ハクさんの、キャミーが圧勝で言うことで。いや、強くなりましたよ。いやいやいや、ほんまさかあんなメキメキと思わなかった。いや、そうですよ。あれ、今日大会としては細道ではなく、寄り道、なんか名前つけましょうよ。総当たり道、人が少ない時の総当たりの、なんか四季の四季に寄り道、そんな感じでいいですか。大丈夫ですか皆さん。じゃあ今日はですね、四季の細道の外伝、四季の何でしょう、寄り道でいいですか。寄り道ということで、ひらがな、ひらがな、寄り道、全部ひらがなってことね。あ、カタカナです。あ、漢字する？寄り道、ちゃんと書いちゃう。ちゃんと書いちゃいましたね。四季の寄り道。優勝はハクさんのキャミーということで。失敗が俺じゃねえか。そうっすね。残儀キャミーはね、残儀がかなり苦しいんですけどね。さあ、では、配信はここまでかな。そうっすね、配信はもうちょい行くかもしれないですけど、本日は、総当たり戦で、四季の寄り道ということで ね、9人で総当たり戦をやりました。これやっぱ後ろに10人か、
後ろにいる人がから入る人がそうです、ね、キャラ後から来ちゃうとねかぶせれちゃうから、うん、やっぱ先出しの方がいいですねキャラはね。1試合目が入る始まる前そうしないとかぶせが発生しちゃうんで、うん、まあまあそうなんですよね、ばらけちゃうから局所的なかぶせはできないと。まあね、5、6人だと思ってたからね、やったんですけど。そうそうですね。なんか10人、10人だった。人数一気に倍になりましたからね。いやー、ありがたいです、ありがたいです。まだね、こんな感じでね、デートな式ではやっていきたいと思いますが。対戦台はね、いっぱいありますので。はい。遊んで帰りましょう。はい。じゃあ、ちょっとの試合に移ります。ありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。